地声がうるさくなる人とか、うん、張り上げ癖があるとか、うん、裏声が綺麗に出ないとか、まあ、そういう方結構こう必見になってくるんじゃないかな、うん、だってプロのキーってレースに出てくるような馬力じゃんからさ、うん、全部の音ってキー感とかもそのチャゲアスのキーとかってやっぱ男性じゃ高いからもう要はもうレーシングマシーンなわけよ、うん、馬力がこの2人って、うん、こんばんは、うたらぼのお時間です。塾長津田幸と金ちゃんです。よろしくお願いします。はい、4月13日でございますけども、はい、花見しましたか今年は。花見はしてないです。大阪といえば造幣局。あ、そうなんです。あそこのそうそう、はいはいはい、川とか川にぶわーってこう桜並んでるんで、あれは自転車で通りましたよ。あのしっかり屋台も並んでたんで、いいなと思いながらこう見てましたけどなんかちょっと一人で行くのはちょっとなかなかちょっと気が引けんの。なんかリンゴ飴とか買えないじゃん一人で。一人で。もしリンゴ飴もらっていいですかみたいな。っていうのはちょっと恥ずかしいな。はい、まあ、せめてカステラぐらいしか買えないなんか。この人帰りに買ってきたんだみたいな。でもリンゴ飴ちょっとまずいよねやっぱりね。っていうちょっと感じでやっております。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。今日はですね、チャゲ&アスカさんでございます。リクエストいただきました、ありがとうございます。曲名はボヘミアン、ね、あのボヘミアンでございます、うん、ヒストリー10 years after take でございますけども、はい、ボヘミアン知ってますか、はい、桂由紀さんの桂由紀さんのっていうボヘミアンオリジナルはね、はい、まあ、作ったのもアスカさんになるんですけども、はい、まあ、桂由紀さんのイメージがみんなやっぱ、うん、か阿佐ヶ谷姉妹か、あ、そう、ああ確かに姉妹か桂木由紀さんかのイメージなんですけども、うん、まあ、ご本人が歌ってるんですけど、いや、 やっぱね、その鼻腔共鳴が綺麗すぎて、うん、ちょっと今日はちょっと鼻腔共鳴の話をちょっとしっかりしたいなと思って、なんかチャゲアスの動画をやりだした頃最初のよく言うてたんですよ、うん、で最初のよく言うてたからもうみんな分かってるやろなと思ってあえてちょっと間言ってなくて、はいはいはい、で最近もう一回ちょっと変えてきた時に、うん、鼻腔共鳴の話もう一回ちょっとちゃんとしてみようかなと思って、うん、でまたあの時持ってた知識の感じと今はまた、うん、俺は変わってるから、うん、また今は今なりに言えることがあるかなと思ってるんで、はい、だからなんかこう要はその地声がうるさくなる人とか、うん、張り上げ癖があるとか、うん、裏声が綺麗に出ないとか、まあ、そういう方結構こう必見になってくるんじゃないかなと思いますんで、うん、ちょっと今日は鼻腔共鳴のお話を元にこのボヘミアンのテイク見ていきたいと思います。よろしくお願いします。チャゲさんの動き大好きやねんけど、これ大好きやねんけど、これ今鼻腔共鳴関係ないけど、この鼻腔共鳴っていうテーマをこう踏まえて今見てどうですか。いや、もうお手本だな。あ、お手本。もうずっとここでこう響き掴んで。そうやね。だから鼻腔共鳴のコツとしてやっぱあんま口大きく開けへんがいいんじゃないかなと思ってるわけ。この唇をガーって開けてしまうと先に息がこっちに吹けてしまうから、うんうん、この鼻腔のエリアでこうしっかりこう音が響かないままあの息が飛んでしまってて、うん、あの要はさ地声で張り上げちゃうっていう人って結構そういう音かなと思ってて、要はなんかその倍音を作れないって音やで、だからこっちに息を逃がしたいのにここで出してしまう、ボヘミアンってなっちゃうってことやね、ボヘミアンってこう来ないってことやから、やっぱ口をね、あんまり開けない練習するのめっちゃいいと思います、うん、で鼻から息吸うでしょ、はい、で鼻で息吹くのよ、やっぱそう、これをやっぱ意識するってことやね、これを口で吐くのが普通やんか、はい、だからそれはそうやなみたいな、うん、でもこうすると鼻で吸って口で吐いちゃうと、あー、まあ分かりやすいのは「まあ」とか言うのか、うん、まあ、でも鼻から吹いたら、まあ
でこの時にやっぱりボヘミアン、ここでかかるね、いや胸かけのタロット投げて、やっぱりな行とかが使いやすいよね、うん、ってなった時にな、うん、その音で鼻つまんでほしいわけ、ほんなら音変わるよね、つまった音なのということは鼻腔共鳴いけてるじゃんみたいな、うん、でも口腔共鳴でなを出してみると、うん、なーなーなー、あれ変わるね、うん、だから鼻腔共鳴をチェックするのはやっぱこう鼻かんつまみにいくのが一番よね。でフレーズはボヘミアーンなってる、だからイメージとしては最後鼻から息出てくるようなイメージ、やっぱり、うん、ボヘミアーン、いやーぶれかけのタロットの投げねやおみたいな、やりすぎだよね、これがにゃおーとかなってくるわけじゃん。だからもうてんこ盛りなよ、歌詞の鼻腔の入れ方が、今宵も今宵んが入るね、今宵もあなたの行方占ってみんのってなるよねって感じだ。これいいのが口で開けて、うんまんまんまの、うん、これで歌ってる感覚に近いね、うん、にゃ胸かけんのだろんの投げてみたいな感じかな、うん、こうするといい練習になるんで、鼻のこの中心点にこう声を集めてくるような、で、アスカさんのこの当時のよく見るとやっぱりパーンって口そんな開かないね、うん、特に下を、うん、上から開いてくるね、うん、で、この2回目のボヘミアン、身の程知らぬ知らぬってこうちょっと横向くの分かる、うん、はい、これをまっすぐ向いちゃうと多分すごい開くから鼻腔取りにくかったんだと思うの、だからピュッて横に向いてうわってこっちにこう変えていったみたいな動きが結構この時代の象徴的なこのフレーズの取り方よね。もう一回見ましょうか。はい、ね、分かってる、こっちに来るでしょ、これがパーンって口が開いちゃうと鼻腔から逃げやすくなる、だから多分そういうの望んでなかったと思うね、この当時は。そこの音で掴みたいっていうところがあったんじゃないかなと思うよね。もうチャゲさんとか気になってさ、本性からチャゲさんの方向に俺大好きなんですよこれそこばっか見てたもんね、いやこういう横目にちょっとあのね、あの木梨憲武さんみたいな動きするよね この人より燃え落ちて、これもやっぱもうヒンヒーンとよりって感じだから、やっぱり L の音すっごい大事にしてるよね、ヒーンとより燃え落ちて、うわー夢見てって、ここやっぱうまいね、もう鼻腔共鳴のお手本やね。でもむっちゃ難しいな、このキー感であんだけ綺麗に響かせることは相当難しいんですけども、やっぱり N っていう音を要所要所に入れてあげることがコツよね。ね。だからやっぱ発声練習はなとかがいいよね。やっぱね。なな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 。ってなるね。行きましょうか。はい。なななななな。鼻腔共鳴練習するときにナーで歌ってもいいかもね、まあ、全部ナーで全部ナーでいくみたいな感じね、ナナナナみたいな感じね、ナナ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 って練習するといい。やっぱり僕のイメージこうネチって上から入っていく感じ、鼻腔共鳴入れたいときってこういう感じ、この
顎の中の開け方ね、うん、上顎こう離していく、うん、なーんって上げていく、で上げていくんだけども、うん、目的地は最後この 前に来るイメージなんで、やっぱこっちに来るよね。でこの苦しく抱きしめたあなたーんね、タンアって入るよね、うん、あなたーんタミミツオーンって大げさに行くとさ、うん、だから多分そのモノマネされる方はこれを誇張していくんかなと思うよね。そうそう、ニャンニャンナンナンっていうのが多分増えるんじゃないかなと思うよね、うん、でも鼻腔共鳴ってその高い声を楽に出すっていうその良さがあるんで、うん、そのやっぱりしっかりこのアプローチで肺頭に持っていくんだって意識を持っていくだけでもだいぶ変わると思うんで、うん、だから逆に飛鳥さんっていうのはそれがすごくこうオーバーにされてるというか、その鼻腔に行く割合が大きいんで、だから練習なんですよ、うん、あ、これぐらい意識してみようかな一回っていうところのやりやすいお手本なんで、だそれこそバックナンバーのボーカルさんとか、うん、まあ、それこそシャランキューのツンクさんとか、うん、もうザちょっと鼻腔系のさボーカルさんに当たるんだけど、飛鳥さんのその肺頭へのシフトの仕方ってすっごいこう参考になるんで、だからいいよ、うん、だから真似してみるのいいかもしれないですね。なーって上げていくわけね、うん、あなた旅人やばいっしょ。いやこれはね、鼻腔共鳴やれたからってできないよね。この、うん、このハイレンジでこれはむずいでしょ。すげえね。うん、まあ、どうすかあなた旅人。到底真似できない。無理よね。いや俺な、やっぱすごいなって、これやっぱ目つぶらんとできひんのかな。目開けたらあれならないんかな、やっぱり目つぶってるからここに集中できんのかな、なんか。ああ、そうなんです。前に持ってきやすいってことですか。そう、なんかやっぱりそのハイトーン上げるってね、やっぱ基本的にこう目開けたりするんですよ。パーって目開けて上にこう響かせていくけど、こんだけビクー取ってる時って結構飛鳥さん目閉じるよなと思ってさ、やっぱ集まる、ね、集めるイメージ、集めるイメージなんかね。ここにこう集めてくるさ、うん、やっぱあれが鼻腔のハイトーンを持っていくときにちょっと参考になるのかなと思うよね、うん、だからみんな目つぶろ。鼻腔共鳴のときはハイトーン入ったときは目つぶろ、うん、でさっきのほら痛みもそうでしょ、うん、やっぱイボインって結構横に開くんで、うん、怖いんですよ、うん、でも鼻腔にかけたい時ってやっぱ鼻にかけたいんで、うん、なるべく縦に開けたいじゃん。でもやっぱ横向くでしょ、うん、ヒッヒッってこっちに入れる、うん、イーって、ね、こうならないでしょ、ヒッってここで向くのがやっぱうまいよね、うん、ね、このイメージですよ、うん、ね、この、あなたの愛が今も抜けないっていう時に、うん、イーにならないの、うん、ちょっとやっぱこのウボインに近いような口の先の使い方するよ、ね、だからそれが鼻腔に入りやすいよね、やっぱり、ね、うん、縦ってことですね。そうそうそう、あのよくネイネイってするじゃない、ネイ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 って、やっぱ口がさこういう形になるよね、ネイ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 、だから鼻腔共鳴とかを結構やられてる方とか、まあ、やっぱバックナンバーよく歌いますねとかいう人とかもよくこれハマるよね、うん、E の時にやっぱしっかりこの縦に開けるんだっていうイメージをずっと残す、全然もう違うでしょ、鼻の乗り方が全然違う、ね、ここもほらもう、うん、チーなんですよ、イボインなんですよ、ここも。だからイボインっていうのは横に開きやすいから、首をひねることによってピュンと鼻に入れてるよね、めっちゃうまない、
この発想できないよね。だから多分、まあ、飛鳥さんってこの音を出すっていうイメージが形としてあるんやと思うから、うん、体を変えるのが結果やと思う。あ、なんかその音を追っかけたいから、俺何したらその音出るかなで、うん、多分反射的にポンって首変えることで、うん、イボインとかがパチンってこっちに入ってくるんだよね、うん、綺麗にね。いやだから体の使い方マジで達人よ、うん。綺麗に入るね。もう皆さん分かってると思うけど、歌詞もそうでしょ、飛び回るでやっぱりイボインなんですよ、飛びの B やから。だからやっぱりイの時にじゃここだけ縦にならないよね、うん、なぜかって言ったら出したい音像があるから同じことをやれるんでしょ、ね、ここがかっこいいよね。だからやっぱ 見てさ、あの動きかっこいいから真似するってやってもさ、その根っこが違うじゃん。到達って全然違うところにこうたどり着いちゃう。見た目は似てるけど音違うってなるんで、うん、だからやっぱその鼻腔でこのフンっていう音を出したいから傾くんだっていう発想だよね。いやここがやっぱなんかね、芸術家だなってやっぱ思いますね。その出したいこの音をもう探してるっていうか、理想としてこの音があるっていうところがやっぱちょっと僕ら参考にしなきゃならないね、うん、イメージがあるんですよ、この音色が欲しいみたいな、っていうところで首がクッて曲がるんでしょうね。綺麗な、かっこいいな。でもやっぱり別ぶらへん、うん、ねえ、これちょっと見つけてる人まだおらんのちゃうか、ハイトーンの鼻腔鏡面の時に飛鳥さんでつぶるって、しかもこの線でこの時代怖い。いやでもああしたら鼻に集まりやすいんやね。うん、やっぱイメージって大事ってことなんですね。イメージ大事、うん、なんかこうくしゃみしそうな顔で鼻腔鏡面なんじゃない、うん、こうみたいな、ここにキューッと集めたいんじゃないですか。目つぶってるよねだって、うん、ほらほら今違うカットだってこれ10 years after でしょ、多分10年間のそのライブ映像の詰め合わせなんかな、うん、これは だと思う。だから全然ねえ、服バン変わってんのに目つぶってんのずっと一緒やもんね、うん、やっぱり結局やっぱり一緒なんですよ、うん、それイメージやっぱあるんですよ、音の中で。すごいねやっぱりね、ほらこことかもう超お手本。ボヘミアン、あなたは儚きリフレイン、儚なきリフンレインですよ。こうやって歌ってるよね、うん、いやいやいや、やっぱもう鼻腔使いてよね、儚なきリフンレインってなってるよね、儚なきリフンレインってなるよね。いや俺こんな綺麗にならんよ、うん、ならんわ、ほんとうまいよね。だからそのなんていうかな、その鼻腔音みたいなさ、このうーんっていう音が、その例えばもう冒頭やったらボヘミアン、うん、破れかけのタロット投げてっていうこの一行のフレーズがある中で、うん、うーんっていうのが下地としてずっといる感じ、うん、倍音の一個として、うん、鼻腔のこのうーんっていうのがずっと聞こえるみたいな、これがなんかこう象徴的なんかなって思うよね、うん。ほら最後のボヘミアンってちゃんとさ、もう鼻腔音でビブラートかけてはるよね。なんかもう鼻腔で始まって鼻腔で終わる、うん、曲やね。いやー、素晴らしい。いや
このキー感であのパワーで歌える人、まあちょっと難しいよね。これ高いよ。うん、俺ようこのキーで歌われんわ。しかもあんな馬力で出せるってすごいね。うん、だから N っていうところがやっぱすごい象徴的な時代なんやなっていうところやね。だから結構モノマネする人多いよね。あ、ビクの時みたいな。そうですね。そうそう。だからこの当時のことを多分そのねやってるんかなって感じはするよね。でも発声でやっぱり鼻腔共鳴っていうのは結構大事ではあります。うん、でも鼻腔鼻腔って頼るけども、その鼻腔に行くまでにいろんなフェーズあるからねっていう、うん、最後っすね。そう、最後っていうか、そのそう空間的には最後じゃん、うん、で最後この辺が共振するみたいなところやけども、だからなんかその鼻腔をやんなきゃやんなきゃって思えば思うほどさ、結局こっちがこうおろそかになるんで、うん、ということはこっち狭いってことじゃん、ということは息あんま出てないよね。元も子もないと。そう、元も子もないんですよ、うん、でそこに支えなんか考えてないって、うん、普通にもうんうんって普通に教式とかで出してたらさ、それはこう高い音は出せないし、うん、馬力は出ないよねってなるんで、だから鼻腔共鳴ってあのやっぱりね最初にやるとまずいのよ、うん、鼻歌ぐらいにしといた方がいいのよ。ハミングしとくぐらい、うん、しかも低いレンジで、うん、顔の全体が響いてんだなって思いながらやってるぐらいで最初ちょうどいいと思うの、うん、俺は。それよりもまず舌の機能を自分の中で何回も再現性高いものを作る方が最初な気がする。で、飛鳥さんはやっぱこう剣道やってあるから、もうその土台があるじゃん、うん、しっかりと、そここがある上でのムワーンって出せるパワーがあるから、うん、みんなはこのこっちの音ばっかりをかけていくと、うん、こっちほったらかしになって、うん、もう喉声でなーんってなるよね。だから鼻腔共鳴っぽいけど鼻声にしかなれへん。なーんなーんってさ、うん、なーんってもうなーんってしっかり出ないっていうさ、っていうところあるから、ここはやっぱりね、あの勘違いしちゃ危ないよ。だから独学でボイトレしてる人ってやっぱりその鼻腔共鳴とかさ、うん、口腔共鳴、うん、声帯閉鎖、うん、腹式呼吸、まあ、いろんなそのなんかこう文言あるじゃないですか。だから鼻腔共鳴ってなんかハミングで毎日のその響きのチェックするぐらいでもう最初よくて、うん、やっぱ最初下から作った方が俺は絶対いいと思うんで、うん、急にこの高い声を鼻腔共鳴で出すっていうのはもうずっとスポーツやってたとか、うん、体の使い方をやっぱすごく分かってる人が行くやったらうまいこと言ったらありえるかもしれないけども、うん、俺はやっぱいきなり触ると怖いメニューやと思うね、鼻腔共鳴って。あの間違えた鼻腔になるからってなったらここ閉めてまうからさ、でも鼻腔っぽいよねみたいな、あまずいじゃん、うん、でやっぱこのさっきもやっぱこう曲のキーが高いじゃない、うん、全部、はい、でどっかで全然やっぱパワーないよね俺の声になってくんだよね、うん、でそうなった時に向こう下いじらなあかんでしょ、うん、な下いじったら今度こっちの感覚がまたブレるから、うん、あれどうやって出してたっけってなるから、だから鼻腔共鳴っていうところがすっごく大事なんだけども、ちょっと間違えてやっちゃうと、うん、変な癖つくのよ。だこれみんな気ぃつけてほしいなと思うよね。急がば回れじゃないですけど、まあ、そうそう、もう0を1にできるわけじゃない。そういうことそういうことそういうこと、ああ言うてこう追加点あげるようなもんやから、うん、声の音色的にはやっぱ下の馬力ちゃう飛鳥さんもやっぱり一番半端ないのって、うん、あんだけの圧力で出せるっていう体感がすごいわけじゃない、うん、鼻腔の音がすごいんじゃなくて、うん、鼻腔音なのにあんだけ地声っぽく圧上げれるっていう、うん、そのここの腹筋がすごいのにっていうふうには俺はちょっと思っちゃうかなって思う。いかがですか。いやまあ確かに、うん、だから結果的にはその鼻腔がフォーカスされてるけど、そう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 、鼻をたどっていけば結局そこまで鼻腔を持っていけるこの土台とか基礎というか、その部分がやっぱりこう大切なんだっていう。そうなんですよ。だから鼻腔練習ってすごく大事。なんでかって言ったらその鳴ってる声を追っかけるっていうこと大事やから、うん、出したい音がこういう高い音で丸く出していきたい、うん、要は丸く出せるじゃん鼻腔って、うん、なーってなーなーなーとちょっと違うじゃん。だからやっぱりこうふわーんって持っていくには鼻腔共鳴ってすごく大事な音遣いなんだけども、うん、まずやっぱ馬力大事だよねっていうところなんで、うん、だからこう結局ボイトレの教材とかその YouTube とか全部見た時に腹式の発声が一番多いんじゃないのって思う。でその後にミックスボイスとか、うん、
鼻腔共鳴っていうところが付随してくるんだなって思うんで、俺やっぱりまずその車の馬力エンジンがしっかりしてないとさ、そのどんだけハンドリングいい車でも馬力がなかったらスピード出ないよねっていうさ、どんだけ小回り効いてもさ、なんか20キロしか出ませんみたいな車やったらレースに出れないじゃん。だってプロのキーってレースに出てくるような馬力じゃんからさ、全部の音ってキー感とかもそのチャゲアスのキーとかってやっぱ男性じゃ高いから、もう要はもうレーシングマシーンなわけよ馬力が、この2人って。その時にいやもうやっぱハンドリングっしょって鼻腔の練習ばっかしとっても結局アクセル踏んだ時スピード出ないよねっていう車になっちゃうから、あんだけスピード出る車やのにハンドリングうまいっていうのがすごいってことだな、要はっていう感じやから。でもかといって鼻腔の練習せえへんのは今日あかんから鼻腔の練習やりましょうねって感じで、まず最初ワンワンワンで最後の音が鼻から抜けてくる、ね、ワン。ほな何がしたいかって言ったらワーの音で喉の奥を開けます。ワン、これをワーンっていかないように阻止したいわけよ、ね、だから喉の奥を経由して鼻から抜けてくる、ね、ワン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 、はい、ワン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 。ほんならこれアボインができましたっていうことに、じゃあ次難しい母音って E と A でしょ、うん、だからよくあるじゃんネイネイ、うん、はい、だからここにネイが生きるんですよ、うん、ここにくっつけないと、ただ単にネイネイネイってやっても高い声出るっていうのは感覚のいい人だけ、うん、でもネイネイやっても喉ずっと痛いっていう人絶対いるはずやから、なんでかって言ったらこのワーンのイメージでネイが出てないから、ワーンネイ響き一緒でしょ、うん、ワーネイ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 。だからこのワーンっていう音色とワーンはやっぱり後ろが開きやすいんですよ、うん、でその音色がちょっとイメージできたなと思ったらネイネイっていうところにちょっと近づけていく、要はこう同じエリアに入れてあげる、親族にしてあげることがいいよね結構他人なんで離れてるからね、うん、そう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 、だからそこがやっぱすごいんだ。だからボヘミアンのへってめっちゃむずいのね、へってえやから、うん、だから鼻腔に入れるのバリむずいよ。だって棒でまず奥でなるわけじゃん、うん、はい、棒へー、真逆に飛んでいかない。そう、それを要はウボインとかに近いようなところにへーを持ってくるわけよ、うん、ボヘミアンってボヘミアンってなったら出ないでしょ、うん、そうそう、だからへーっていうところがやっぱこのウに近づいてる、ね、うん、ボヘミアンボウミアン、ね、ウにいったらこうなるじゃん、うん、ボウミアンボヘミアンボヘミアンってなると鼻腔から全部が乗ってくるってことやから、へー、うん、っていうのはエボインやから難しいんですよやっぱり。でもアプローチ的にアスカさんはこの当時は割と後ろ気味から入ってるよ、ね、うん、A の音でも、うん、で E とかもそうじゃん、ためらいがちとかさ、さっきこう首カーンってやった音あるでしょ、あれとかも全部 E はこのこっちにちゃんと逃げるためにピッて逃げるよね、まっすぐ整体するとこっちに行っちゃうから、うん、どうしてもその航空共鳴とか口腔外の鳴りの方が増えちゃうんじゃないですか、まあ、てな感じでございますけど、だから鼻腔共鳴って難しいんですけど、先に取りに行ってしまうと変な癖つく癖あるから、うん、やっぱりしっかり舌をまず自分の中でこうある程度 OK のライン作ってから、うん、日頃はハミングの練習、うん、ノエムヤンヤムメガゲノレノヌナゲで、でそれが慣れてきたなと思ったら馬力を上げていくっていう、うん、調子乗っていく、そうそうそう、その練習かけていくと変な癖はつきにくいんちゃうかなと思う、うん、だから鼻腔っていうのがいろんなフレーズで生きてくると思うんで、うん、僕もやっぱりバラードとか歌う時とかにポンって一発だけ鼻腔で抜いたりするからさ、うん、なんかああ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 
今の音ってその一番高い音じゃないところで抜くみたいなところあるじゃん、うんうん、ああいうところっていうのは俺は鼻腔に頼りたいのいつも、うん、あの強くなる、要は鼻を抜いててオープンでさ鼻腔かけたらさ、うん、抜けるじゃん、うんうん、はい、だからウィスパーっぽく抜けるんだよね、うん、だから一発だけスーンって抜いたりすることは俺はよくするけど、うん、俺は結構高い音のレンジ行った時にその平鼻腔みたいな感じで鼻腔をカンカンって鳴らすのはあまりやらない、うん、航空共鳴が強くてみたいな、うん、でもバラードとかでピュンって抜く時に鼻腔をスンって俺は入れるから、うん、結構俺使い分けてるよね。だから鼻腔共鳴結構オープンの方が俺は多いかな、うんうん、あんま止めないっていうイメージかなって感じでした、うん、なのでぜひね、あのやっぱ鼻腔共鳴とかネイネイとか練習するとちょっと喉痛なるんで、ちょっと痛なったなと思ったらちょっとすぐ休む、うん、これねもう無理にしてるとやっぱ良くないから、ね、取り返しつかない、取り返しつけんようになるよね、もう喉ガラガラなんて、ね、それ結節とかポリープになったら危ないからね。なので皆さん練習はほどほどに楽しみながらやるのが見える、うん、だからもうなーだけで友達と友達らとカラオケ行っておボヘミアンかって言ったらなーだけで歌うって、なー縛りとか、なー縛りの会美空会って言う今日のカラオケは美空会で行こうぜっつってなーだけで歌うのもありやね。いやまあ1時間もたへんよね、全員がなで歌うっていうね、まあ、それも面白い、ね、最後ちょっと馬なって帰っていく、そうなんか鼻すげえなるよなっつって全員喋ってる声も鼻声になってありがとうございました。はい、LINE アートができましたのでぜひお友達登録よろしくお願いします。毎週私のクイズだったり、全国ワークショップのご案内だったり、この間は九州宮崎と、はい、で横浜でやらせていただきました。先週と先々週の動画にね、あの横浜のワークショップの様子を、一緒に動画に入れさせていただきましたので、興味ある方一回チェックしてもらって、あ、こんな感じでやってんだみたいな、思ってもらってまた参加してもらえたらなと思っておりますんで、ぜひぜひお友達登録よろしくお願いします。そして Zoom のミーティングやってますんで、みんなでまあ音楽の話し合ってるって感じやね。兄ちゃんまたあの遊びに来てください、はい、この間はなんかカラオケのみんなのルーティーンっていう話を聞いてて、うん、どんな飲み物飲んでますかとか、うん、行ったら何時間ぐらいいますかとか、うん、なんかそういう声の調子っていう時って初めから来ますかとか、うん、途中から出てくるかとか、いろんな話をみんなで聞いて、まあ、なんかラフな感じでこう、そうそう、だから俺が喋るというよりもみんなが話し合って、うん、私こんなんなんですよねみたいな話を共有し合って、なるほどってみんながまた次の日に向かって、うん、進んでいくって感じですね、うん、はい、でございます。で、こちら音楽スクールなんで体験レッスンやっております。学校は、ね、大阪にありますんで、ぜひ関西の方はね大阪までいらしてください。そしてリモートレッスンもやっておりますので、 Zoom でレッスンしておりますので、概要欄からチェックしてお越しくださいませ。はい、そして動画のコメント、感想、リクエストよろしくお願いいたします。そして動画の高評価、チャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは来週木曜日夜8時にまたお会いしましょう。塾長津田ひと、りんちゃんでした。ありがとうございました。ございます。さよなら。